シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということでいかがだったでしょうか。私今日からまた仕事。チュラ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 って削れないバッチューの話ですけどね。はい、お疲れ様です。いかがだったでしょうか。今週週折り返しということで、はい、皆さんもすごい今日だるいって感じでやってるんではないでしょうか。はい。いやー、しかし、なんか、寒くなりよるってわからんね。寒くなってるのに、そんなに、まあ、寒くないね。今日、ぽかぽか陽気ですよ。なかなかいい天気。はい。なんか、そんな感じですね。はい。いやー、昨日はゆっくり休んでる昨日はですね、お休み。やっぱぼやきは前倒ししてよかったですね。結局昨日寝たの何時ぐらいだ ?2時ぐらいに寝たのかな。はい。いやー、ちょっと iPhone の、なんかその、なんですか、あなたの画面を見た時間は何時間とかってあるじゃないですか。あ、まあ、ちょっと異常ですね。はい。ここ1、2年はもうそんな感じですよ。まあ、そりゃそうですよね。はい。あの、決してあの、インスタ命ではやってるではないんですけど、ある意味私はインスタ中毒になったかもしれないですね。はい。誰かがこの前ストーリーで、うちの主人がライブ中毒なんですけど、どうしたらいいでしょうかって、もう本当それ状態ですね。はい。なんかもう、あれですね、朝のルーティーンとかもだいぶ、ね、犯されてる人かなりいるみたいですね。はい。今日もスッキリできましたとかですね。今日はちっちゃかった。やっぱあのパキポキさんの探しはもうベストセラーですね。はーい。全然あの植物に関係ない画像でパキポキさんを探すというね。はーい。もうシンプルかつ面白いみたいで。はーい。私もあれ、去年とかもネタどうしよう。今日は何の日とかでやっていこうとかですね、なんかそういうテーマでやってましたけども、最近は、ピーのところでですね、ちょっと見て、そこでなんか面白いとあの画像があったらそこを使うみたいなね、はい、そのピーってなんやって話ですけどね。別に拡散でええやないかってですね、はい、Google です、はい。バラすんかいっていう話ですけどね。はい。昨日はですね、朝、ちょっとね、もう遅く起きたらまずいということで、ちょこちょこ目覚ましをかけて、かれこれ2時間ぐらい目覚ましながら鳴らしちゃったんですかね。それでやっと起きたって感じなんですけど、はい、まあ、とりあえずは午前中には起きれたので、うん、で、起きてすぐやってないからですね、あ、今起きたいねってみんな、ね、皆さんなんか言われてあったんですけど、実はいろいろやってました。はーパキポキさんを探せもしよったし、孤独のグルメですか。はい、あれもちょっと作りながら、ぼーっとしながらやってたんですけど。やっぱりこう休みの日っていうのはちょっとね、裏アカウントの方がちょっと全然ちょっと書けないような状態ですね。都庁の機微ですか。はい、あれがちょっと書けないんですけどですね。書けない、ちょっと書かないんですよね。なんかもうね、頭もぼーっとしてますからですね。とりあえずストーリーも、定番のやつだけはあげましたけど、あの2つが結構受けがいいですね。はい、ラリポッポ、ラリポッポと、ね、今日仕事なのっていうやつですかね。はい、あれはなんかもう本当皆さんハマってもらってますね。本当好きな人好きみたいで、皆さんっつっても何人かですけどね。はい、面白いと思います。で、昨日ちょっと1枚絵を描いたんですけど、なんかちょっと意味わからないと思うんですよね。フランツマジシャンとかいう題をやってたんですけど、あの綾野さんっていう方ですかね、フォロワーさんでいらっしゃるんですけど、この前のステッカーを買っていただいたんですね。はい、あれの何でしたっけ、秘密結社タートルズのですね、ありがとうございますということで、はい、宣伝しますねって言ってありがたい話で、はい、なかなかあれは頑丈なステッカーなんでですね、はい、車に貼ってもいいみたいなので、ぜひ活用していただければと思います。で、その方の、あれはストーリーやったんですね。ポストには上がってなかったんですけど、ストーリーで
なんかこうちょっとこう薄暗いところで、ブルベルギアでいいんですかね、あれと、なんかもう一つちょっと違う植物を掛け合わせたような感じでこう写真撮られてて、なんかこれ魔術師みたいですねっていうところから私は勝手にあんな感じで描いただけなので、多分見た人意味不明やったと思うんですよね。はい、まあ、意味不明で思ったんですけど、あのストーリーでマグカップと人形たちがバラバラっとこうね、あったっていうので、でそこにタグ付けして、あのマキさんとか北海道の鈴さんとかですねしたんですけど、いや何これってどういう反応していいかわからんのやけどとか言ってやっぱ来ましたですけど、あれただあの白いマグカップがファイヤーキングですよっていう意味わからんストーリーやったって話なんですね。はい、だいたい休みの日こんな感じですよ。もうほんと意味がないので、はい、かなりもう申し訳ないなということで、はい、そう思いました。で結構あれですかね、あのライブ昨日やってたんですよね、多分ね。昨日見てないよね、多分ね。見たんかな、なんかもうほんとそれさえも記憶がないみたいなね。はい、で、その昨日はですね、あ、そうそう、昨日はビデオチャットしましたですね、チラッとね。はい、ビデオチャット見たんですね、長電話になってしまうですね、ほんと女子かっていう言うぐらいね、長くしてしまう。ライブもね、楽しいんでしょうけどですね、やっぱ直にこう、肩の力を抜いて、話せるっていうところで、どうしてもあのね、ボイスチェンジャーしてマスクして、サングラスかけてとかって言ってもですね、やっぱなんかちょっとこう、いろいろ喋ってやらないかんのかなとかってなるんですけど、まあ、ビデオチャットっていうのもただの人の会話ですからですね。はい、あれいいと思うんですけどね、なんか飲み会ね、する感じでいいんじゃないかなとかって思うんですけどね。はい、で昨日はいろいろ作りました。はい、じゃあこの続きは YouTube で。がいかがだったでしょうか。昨日はいろいろちょっとまた作りましたですね。たまに作るんですよね、ああいうのね。はい、まあ、鉢にしろ、昨日はねちょっと真鍮の水差しって言ったらいいですか、あのジョウロというかをちょっと作ってみました。先端のなんですか、筒というか持ち手のところは真鍮製で、で本体は、スチールですね。はい、でやっぱちょっとこうスチール の口の部分ですかねがちょっと鋭利になってますので、ちょっとグルーガンでちょっとコーティングしてちょっと垂れたような感じのイメージで、はい、仕上げて、意外とできるんやねとか思ってですね。はい、なんかああいうじょうろっていうんですかを、作ってる方いらっしゃいますね。ミンネってご存知ですかね、あの作家さんだとかちょっとねそういったハンドメイドを販売するサイトで、なんか違うかな、クレマやったかな、まあ、どっちかですね。はい、でされてるの面白いねってもので私も作ってみようっていうのがきっかけでやってみました。はい、処女作ですね。はい、であと鉢ですね、やっぱあの毒のなんか鉢ではないんですけど、あのやつは人気がありますね。うん、これいいねって言って、そりゃそうですよね、肩に入れて流し込んでるだけですねただあれがですねちょっと小さいんでですね、もう本格的にあの何ですか植物を入れてっていうのはちょっとやっぱ難しいサイズではあるんですね。あの口のがですね結構広ければあの中に入れれるんでしょうけど、どうなんですかね、ああいうのでちょ小さい鉢をこうポコッとこうはめ込むような感じにしかできないないかなとか思うんですよ。でも本当思いっきり小さい鉢ですよね、あのサボテンとかよく売ってるじゃないですか、あの100均とかでも小さい鉢あるでしょ、あれぐらいの多分サイズじゃないと多分入らんじゃないかなとか思ってですね。いやなんかねいろいろこう考えてやってるんですけどね、はー一つなんかね仕上げたいなと思ったら、やっぱあの吉野さんのカッティング
シート8、やっぱあれに行き着くんかなーとか思うですね。やっぱ絵をこうね、うまいことこう貼ってやるやつにしたいかなーと思うけど、またそれが高い高い機材が、自分の手でやったりとかしたらまだね、時間も食うんですけど、やっぱそういう機会を買わんとやっぱ厳しいみたいで、かといってそういう業者に頼んでも、なんかもう、そのね、機械買ったらよかったねっていうような金額ですし、なかなか難しいということで、はい、またお金、貯めないかんなっていう思う今日この頃でございます。まあ、あくまで自己満足で、やってるんですけどね。昨日は久々にグラマも作りましたよ。なんかね、ほんとしょうもないねと思いながら、TK さんが食いついたですね。これは売らないんですかみたいな感じですね。マジですかって欲しいのみたいな感じで、だからあれは手足首動きますからですね。いらねえなーって感じですけど、はい、昨日はちょっともう塗料を変えましたので、前回みたいにあのアクリル絵の具であれば水濡らしはすぐ溶けますからですね。今度は溶けないやつでやったんですけど、まあちょっといまいちかなーということで、あのデチコさんみたいにこうエアブラシかなんかでシャーってやったらね、綺麗にできるんでしょうけど、またエアブラシ買うって言ったら、またそれでまた機材を、ね、増やさないかんっていうことは、あと何屋さんよって話になりますからですね。はい、とりあえずレーザー彫刻機がよみがえったので、あれをメインになんかこう作れればいいなとか思ったんですけど、あれもね限界があるけんですね。はい、なんかこういうなんか大きいものにこうしようと思ってもちょっと厚みがあるから、ちょっと焼くのがちょっと焼けないみたいな。はい、で結構リアルなやつは時間かかるっす。はい、もう平気で2時間3時間ぐらいかかるっすもんね、あの焼くのに。はい、ちょっとそこら辺がねチャッとこう量産はできないみたいなので、なかなか難しいですけどね。はい、ちょっとしたこう木のなんかこうスプーンだとかなんかそういうのにピッチャチャッと焼くのは時間かからんみたいなんですね。まだ使いこなしてないって話なんですけどね。はい、まあ、そういう感じで、昨日お休み1日もう全部ぶっ潰れましたっていう話で暇人やろうとか言ってですね、はい、本当好きですねっていう話なんですけど、だから昨日ほとんどちょっとポスト見れてるようで見れてないっていう感じですかね。はい、あとお届け物、はい、すごいっすよね。デチコさんから始まりのアガスワさんから、ガスワさんから来て、で、しまいにはラストプランさんからドーンって来てですね。すごいですね。3連チャンできましたね。デチコさんのはすごかったね。やっぱあのスカルピーっていう粘土はやっぱすごいんですね。あんな感じになるんやと思って、軽いし硬いし、うん、あれすごいっすよ。はい、サクスが高いだけあるなとかってやっぱ思いました。でやっぱ仕上がりが全然違う。あのやっぱ色塗りっていうのが大事っすね。筆でこう塗るのと全然違うっすもん。やっぱ綺麗っすよね。はい、やっぱそういう塗装してないかんちゃろねとかって思いました。であとアガスワさんですね、意外とでかい。あれ大変ですよ。あれ自分も前ね、なんか100均かなんかで買ったんですよ。ああいう、なんて言うんですか、あれなんて言ったっけ。この前も俺言い損ねたっすよね。羽毛か。羽毛フェルト。あれで、ね、なんかこう、針みたいので、タタ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 タ、ブスッ、タタタタタ、ブスッってこうやって手を差しながらですね、やるやつなんですけど、かーもう刺せば刺すほど、目が細かくなるんですけど、あれもうほんと地道な作業ですよ。皆さん結構は可愛い可愛いとか言ってですね、言われてる、まあ、そら可愛いのもそうなんですけど、あれすごいんですよ実は。羽毛フェルトとかで動画見てもらったら分かるんですけど、すごい作業なんですね。なんか実際なんかね、猫ちゃんとかなんか動物の顔とかを表現する人があるんですけど、すごいリアルになるんですね。はい、あれが本当めちゃめちゃなんか細かくできるみたいで、はい、もう叩けば叩くほどこうリアルになっていくって言ってすごいなぁ。あれでもかなりの時間かかったと思いますよ。ありがとうございますっていうことで、で、コカム付きっていうのあれが売りやったみたいですね。あの背中にしょった、ぐらいで、あれ結構大変やったんじゃないかなとか思いますよ。
作りも頑丈だしね。で、なぜか知らんけど、あれは女の子なんですね。はーい。なんとかで言うたね、切り身やったんですかね。切り用の、なんか、女版で、切り身でしたっけ、なんでしたっけ。面白いよね。たまの三好さんのね、三好ドールに近いなんかがありますね、あれは。ありがとうございましたということで、であとも最後にラストプラザンですね。またクソでっけえのが来ました。あれすごいな、あれ何号鉢やろうかっていうぐらいでっかいやつが来ました。やっぱすごいですね、アルミはですね。はい、しかもあれは GAD じゃないですか。はい、ガリ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 となったやつでしょ。すげえなー。あのプレートまでつけていただいてですね、ありがとうございます。さあ映えるなんか宣伝をしていかないかんねとかって思うんですけど、今からちょっと鉢なんですか、その植物を植えるっていう機会はちょっとできませんけど、また春ぐらいかなとかってやっぱ思うんですけど、もったいないね。やっぱなんかこうああいう鉢にこう植えるのってなんかやっぱもったいない気がする。結構あれですよね、皆さんやっぱ鉢を買っても植えるんじゃなくて飾る方ってやっぱ結構多いみたいで、わかる気がしますね。バンクシャの吉野さんのとこの鉢備前焼きっていうのはもうこの前も言いましたですけど、ほんとね植物がよく育つね。あれはすごいっすね。時期関係ないんやなとか思って、で昨日ちょっと植物ずーっと一つずつこう見てたんですけど、やっぱ吉野さんの鉢の分だけやっぱ全然違うもんね。やっぱちょっと来年はちょっとどんどん入れ替えていかないかなと。でやっぱあれですかね、ラストプラザのアルミ鉢はちょっとこう動きがゆっくりなやつを入れたらいいかもしれないですね。ちょいちょい植え替えをせないか、植物よりももうじっくり育てられる植物を入れたらいいのかなとか言って、来年グラキリスやってみる？怖いね。もうドキドキするもんね、ああいうの植え替えるやったらね。あれもうなんかちょっとずっとあの鉢で動いて何やろうと思うんですけど、動きようとかなとか、多分動いてないと、動いてないっていうか大きくはなってないと思うんですよ。ちょっと難しいよね。でもある程度形になったやつを維持するのってやっぱ難しいっすよね。なんかちょっとした変化があったらもう時すでに遅しっていう感じかもしれないし、あとは兄貴から来たのホリダムですね。元気っすね。やっぱユーフォルビア系は全部なんかええ感じっすね。モンスト、あっちゃんから来たモンストも形変わってきてるし、オベさんもちょっととんがってきましたもんね。あれメスですもんね。来年あたりオスかなとかって思うんですけどね。なんかちょめリングせないかんとか思うんですけど、いやーすげーわとかって本当思いました。はい、まあそんな感じで、今週また私、仕事始まるっていう感じなんですけど、皆さんはもう週折り返しってことで、あと1日頑張ればお休みですね。いいですねというところで、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。はい、じゃあ今日は以上です。お疲れ様です。テイクイージー。